はい、ということでオーディオテクニカの、ヘッドホンのケース、が届きました。こんな仕様ですね。ギークリアというんですかね、これ、ヘッドホンアクセサリーエクスパート。開けてみたいと思います。開けた感じこんな感じですね。ここに、ギークリアですか、ロゴが入ってます。意外と思ったよりでかいですね。ファスナー開けてみます。ファスナー開けた感じはこういう感じですね。ビビッドな、オレンジ色をしていて、こういう、紙が入ってますね。はい、こんな感じです。そしてこういうケースが、これはイヤホンとか、あとはですね、ケーブルですね、入れるもんだと思います。 M50X を、入れたところです。こういう感じで入れられるので、ケーブルはこういう感じで入れて、蓋を閉めて、こんな感じですね。全然なんか余裕はある感じ。ここは取り外しが効くと、マジックテープになってますね。ここにケーブルを入れてもいい、割と丈夫な感じです。まあ、純正の袋もあるんですけど、もともと純正はこういう袋が、これだとですね、こういう風にですね、折りたたんで入れるという形になるんですね。こんな感じで入ります。コンパクトでいいんですけど、まあ、耐久性というか、カバンに入れて置くの不安かなと。ちょっとでかいかなという印象ですね。カバンに入れたら、まあ、ちょっとかさばるかなって感じですけど、まあ、丈夫でいいんじゃないかなと思います。カバンにこういう感じで、まあ、入れて、入るかなって感じですけど、まあ結構大きいので、まあ、厚みはない分いいですけどね。ケーブルをつけたままでも、収納できる感じです。これはいちいち抜かなくてもいいし、まあ、劣化しないでいいんじゃないかなと思います。ということで、ヘッドホンのケースの紹介でした。ありがとうございました。